ケルテック P-11 とは、アメリカのフロリダ州ココアに所在するケルテック CNC インダストリーズで1995年から生産されている小型のセミオートマチック式、拳銃である。ジョージ・ケルグレンによって設計された、このピストルは、一般市民の自衛とバックアップ、および警察官のオフデューティー用として開発された。P-11 は、スウェーデン生まれの設計者、 ジョージ・ケルグレンによって開発されている。彼は初期のハスクバーナ社、イントラテック社、およびグレンデル社などのブランドの重機を多数設計していた。P-11 はバレル、スライド、フレーム、発射機構、グリップ、マガジンの6つの主要なコンポーネントで構成されている。本銃はアルミ製のレシーバーを使用しており、これはポリマー製のグリップに包まれ、 ハウジング部分もポリマー製のピンで固定している。スライドと重心、断層は鋼鉄製である。撃発機構はストライカー方式、引き金を引くとバネで圧縮された内臓の撃径が外れ、玉底を叩く方式である。空居状態で重量 400g のこの拳銃は比較的軽量なものである。標準型の断層は10発、または12発の実砲を内蔵する。 公式には10発断層と限定されていない。この両方とも、拳銃の下部と辛い血になるよう装着される。P-11 はまた、スミスウェッソンモデル59シリーズの断層もいくつか差し込むことができる。利用するには、15発収容のスミスウェッソンモデル59用断層の基部周囲をアダプターで包む。 スミスウェッソンシリーズの69コンパクト12発、中央断層もまた同じく作動するが、これには短いアダプタースリーブのものを同様に合わせる。P-11 には外部に送された手動の安全装置が欠けている。このような装置に信頼を置く代わりとして、トリガーの引き長さが長く、作動も重いダブルアクションのみの作動方式となっている。 トリガープルに要する圧力は 4.08kg で、これにより不意の暴発を防止している。激震バネ及び低質量の激鉄は、銃害とせず、落とされた時に暴発するのを防ぐ。アクセサリーには、トリガーシューズ、フィンガーレスト、ベルトクリップ、メーカー製のポリマー製ガイドロッドと交換する、高性ガイドロッド（灰色、または、オリーブドラブ系の緑色ポリマーグリップハウジング。 ないとサイトが用意されている。また他のアクセサリーがメーカーから入手可能である。短い期間であるが P-11 は357シグダンと 40S&W ダンのための措置として断層の相談数を減らした。これらの拳銃は P-40 または P-357 と呼ばれた。こうしたモデルは P-11 のフレームと 大型化されたスライド及び重心を結合したものである。ケルテック社はこれらの拳銃や乾燥用キットの量産を留保した。2006年、ケルテック社は P-11 に EN、ケルテック P-3AT から流用した技術的改良を加え、これを基礎として単列断層式の拳銃を公開した。この結果生まれた EN、ケルテック PF-9 拳銃は、 全部重量が P-11 の空虚重量と同等であり、また幾分かスリムなものとなった。P-11 は一般大衆や法的な行政機関の勤務員により、取得傾向されるよう設計されている。本銃は使用している複列断層よりもわずかに幅が広い。これは銃器を取得して携行したり、また自衛用の弾薬として高性能のものを望むユーザーにとり、 特に魅力的である。重心はブローニング方式で採用されるティルティングバレルを用いて作動するものとしては可能な限り最短に近い。この銃はポケットや小さなホルスターまたはハンドバッグの中に容易に収納できる。一得傾向される間の快適さを考慮し、銃のすべての端は丸みをつけられ滑らかに加工されている。ポケットホルスターの奥にしまい込んだり、 ウエストバンドホルスターの内側に入れるとき、引っかかるような突起はこの銃には、ほぼない。ありがとうございます。